鳥でギターをちょっと初めてめっちゃ緊張してて、うまく喋れるかわかんないですけど、まずこのバンドのバンド名の由来から話そうと思って、ニューイヤーで黒線を打ちたいバンドっていう名前なんですけど、まず黒線って何ぞやって話だと思うんですけど、なんか引退ライブあたりから大輔と俺とか、あと誰かわかんないけど何人かで、なんかすごいライブをした人をなんか黒線を打った人っていうように呼んでたんですよ。なんか全てを超越したようなそんなライブをした人に向けてなんか言ってて、まあ例を挙げるとなんだろう、ハルトの小鳥とか、そういう時になんか俺らも黒線打ちたいなみたいなのを大輔と一緒に喋ってて、で俺らニューイヤーじゃない、引退で黒線打てなかったねみたいな話をして、じゃあニューイヤーで打つかってなって、それでまあ拓坊さんと花子誘ってニューイヤーで黒線を打ちたいバンドっていうのを作りました。で、なんだろう、まあ、引退ライブ終わって、なんて言うんだろう、
まあ、自分たちの代って言われるような年になってしまって、まあ、それと同時に、まあ、この楽しいアメミンの活動にも終わりがいつか来るんだなっていうのをなんか感じてしまってそれで何だっけ飛んじゃった。あ、そう、残り引退まで1年しかないんだなっていうふうに思って、その、まあ、どう捉えるかはまあ個人次第だけど、まあ、自分としては1年って結構短いなって思っちゃって、この残り少ない1年間、まあ、まあできることってもう一つ一つのライブに全力で向き合って今できること全力出すっていうことしかないなって思って、はい、それでまあ引退してしまった3年生、まあ、卒業してしまう4年生に、まあ、なんかこいつらだったら大丈夫だなって思ってもらえるようなライブしたくて今日立ってます。うん、まあちょっと人数少ないんですけど、でもなんだろう、人数少なくても引退だろうが卒来だろうがニューイヤーだろうがなんかやることは変わらないなって思えるような、思わせてくれるような、こんなアメミンがすごい大好きです。国選打ちます。ありがとうございました。ハッピーニューイヤーで国選打ちたいバンドでした。どこまでも行ける子供頼るだった自己涙と汗が混じり合ってた。走れ